江戸川乱歩小堺富木合作小編鹿羽をガラス窓を開けて忍び込むなり彼はほっと一息ついた郊外には冬雨,雨がしとしと降っていたもし明かりがついていたならば彼の顔も衣服もびっしょり濡れているはずである けれども中は真っ暗であった。そうして夜の静かさがあった。それは全く文字通りの静かさであった。というのは、そこは法医学教室に属する死体解剖室であって、現にその地下室には一個の死体が置かれているからである。彼はしばらく突っ立ったまま耳を澄ました。だんだん、 り雨の問いを走る音ばかりが物く響いてきたもとよりそこには誰もいるはずがなかったけれど彼は用意してきた懐中電灯をともす気になれなかったまたその必要もなかったなんとなれば彼は彼の今入った部屋が死体解剖室であることを知っていたからである彼は 肉と消毒薬の匂いの漂っているその部屋を手探りで横切ってドアの握りに手をかけたそれを開けると廊下になる廊下の反対の側に分工機室があってその下が死体を置く地下室である地下室のドアは横側についていてそれを開けるとすぐ足元から階段がある彼は闇をよぎって やがて地下室に通ずるドアの握りに手をかけた。とさすがに胸の動機が高まったこれから成し遂げようとする一つの行為それを思うと恐ろしさに全身が震え始めた彼が今開けようとしている地下室の底には若い女の死体が木製の釣り台の上に 白い布に覆われて横たわっているはずであるそれは彼のよく行くカフェの美貌なウェイトレスの考察死体で今日法医学教室に運ばれて明日主任教授の解剖を受けようとしているのだ彼は彼女と23度言葉を交わしただけであるが彼女の肉体に特殊の魅力を感じていた その彼女が今、たとえ死体になったとはいえ、たった一人、人なきところにその肉体を横たえているではないか。もはや彼女は、彼がどんなに大胆な振る舞いを仕掛けても抵抗しないであろう。彼の要求が断られる恥ずかしさもなければ、怪しい行為を他人に発見される憂いもない。こう考えると、 いつの間にか全身のふるいが止まって病的な好奇心が体の末梢までも熱くしたで彼はガチリと握りを回して緩やかにドアを開いた一種のにおいがプーンと彼を襲ったそれは穴蔵に共通なにおいだけではなかった彼は再び躊躇したがすぐさま勇気を取り戻して 冷たい鉄製の手すりにつかわりながら寝ている猛獣に手を触れる時のような感じで一段一段闇の中を降りていくのであった彼はガチガチと震えていたそれは怖さというよりはある真っ暗な優越な予感から来たものだった階段を降りきると行く手に区切られた闇があった 彼はじっと立ち止まっていた闇の中に何かが見えてくるようであった向こうの隅に白腑の覆いが若い女の肉体の曲線のままに膨らんでいるのが感じられた彼は思い切って懐中電灯のボタンを押した丸い光線が壁を張って白腑の女体の上を震えながらさまよって 伝統の光線は彼の心臓の鼓動をそのまま非常に拡大しておののくのであった光の輪がだんだん小さくなっていったそしてついに彼は死体の白布に手をかけただがそれをのけて死人と顔を見合わすまでにはさすがに数十秒間の躊躇があった女の顔は 生前の美しさのまま蒼ざめてそれが苦紋にひん曲がっていた彼女が死の切な虚空をつかんでもがき苦しんだ光景が魅力をもって彼の目に浮かんだ生めいた女の首には無ごたらしく紫色の輪がついていたそれから肩、乳、腹と 白布が取り除けられるに従って全身が現れていった懐中電灯の光が生々しい女の皮膚を産毛の数えられるほどもまざまざと照らし出した彼は真っ青になって歯を食いしばっていた暗闇の悪行の恐ろしさとある言い知れぬ歓喜とが不思議な工作をなして 痛いまで彼の神経を刺激した。やがて彼は片絵の床につけたままの懐中電灯を置くとそこに中腰になってだらりと伸びた女の二の腕をつかんだよく肥えてしまった二十歳女の腕の膨らみは見たところ生きてはいたが触れた指はローザイクのように冷たかった。冷たいままに、 ぶよぶよと柔軟な肉塊が彼に不思議なかいみを伝えた彼はその腕を握ったままじっと死体の顔を見つめた苦もんにしかめた眉、糸のようにつむった目だらしなく開いた唇彼のちばしった目は死人の奇怪な表情をいつまでもいつまでも見入っていた 彼は無事に元の窓から忍び出ることができた外は来た時と同じように小雨が降っていた闇の中の悪行に疲れ果てた彼は人なき深夜の街をふらふらと歩いていった宿望をやっとの思いで果たした満足に彼はほとんど我を忘れていた雨に濡れることなどまるで意識もしなかった 彼は家にたどりつくと裏に回ってそこの切り戸をそっと開き歌人の目を覚まさぬように注意しながら雨戸のない肘掛け窓を乗り越して彼の書斎に忍び入ったやっとの思い出とうとうものにしたぞ彼はぬれ細った懐からさも大切そうに何か手ぬぐいにくるんだものを取り出して丁寧に 「そこののテーブルの上に広げたそしてテーブルの引き出しから一枚の大型の吸い取り紙を取り出すとその品物を吸い取り紙の上に写し鉛筆を取ってその紙の端にこんなことを書きつけた」「カフェ女給××バツバツ子の死体の右腕より剥ぎ取る」入れ墨「入住市小曳町の梅吉」 最も苦心せる最終それは入れ墨収集鏡である彼が長い間目星をつけていた有名な入れ墨女球の右腕を巻いていた見事な蛇の彫り物であったラムール 視聴者が意識を回復したという看護婦の知らせを受けたとき、私は多分、青ざめたにそういない。一瞬、心臓が変な動き方をした。私は立ち上がったことは立ち上がったけれど、私自身の心の持ち方を定めかれて、すぐには歩き出せなかった。患者は私のたった一人の心を許した友達で、 『天才』とうたわれた有名なピアニストであった彼がある夜更けに非常に唐突に血まみれになってこの病院へ担ぎ込まれた時二人の警察官に付き添われ破れた雨戸の仮の担架に横たわっていた彼の惨めな姿を見た刹那。第一に私の目を打ったものは肘の辺りから切り離された 彼の右腕であった出血を止めるために白い布で無性に縛った彼の肘のそばに赤イン記を塗りたくったような右腕がポツンと別々になって置かれてあった負傷者は無論意識を失っていたそれ以来今看護婦が知らせてきたまで丸一日というもの彼の意識はなかったのだ その時警察官から聞いたのであるが、本人に聞いてみなければ犯人はまるで見当がつかないけれど、おそらくは彼の生命を妬む者の仕業ではあるまいか。その夜更け、彼はとある寂しい裏町で何者かのために右腕を切られて倒れていたというのである。誠に偶然にも、 私は私の無理の親友の治療を引き受けることになったのだが親友であるだけに私の心は騒いだのである命に別状のないことも傷口の治療をすべきことも分かりきってはいたけれど私の親友の片腕が取り返しのつかぬことになってしまったということがしかもピアニストである彼が 命よりも大切にしていた右腕を失ったということが私を非常に悲しませたピアノを離れてはもはや彼の人生はないのも当然だった右腕を奪うことは彼の全生命を奪うことであった彼にしては指を失って生きながらえるよりは いっそ死んでしまった方がどれほど幸福であったか知れないのだ。今、意識を回復した彼に向かって、私はどんな慰めの言葉をかけたらよいのであるか。それは、全く慰めるすべのない悲しみではないのか。彼はさぞかしい今頃は、意識の回復したことを悔やんでいるであろう。私が彼を治療してやったことを、 むしろ恨むに違いない。だが私は、意識を回復した彼を見回わぬわけにはいかぬのだ。私は、ある悲壮な心持ちを抱いて、静かに彼の病室の前に立った。ドアのノブを引いたとき、私はどんなに彼の絶望した目を恐れたであろう。彼は、 彼にしてもたった一人の心の友達である私の顔を見たならば、どうしよう、どうしようと泣き出すかもしれないのだ。だが、ドアを開いて一歩病室に踏み込んだ時、私はそこの空気の案外明るいのに驚かされた。私の足音に目を見開いた友達は、何か物珍しく私の顔を眺めた。 そして、色のない唇をほのかに歪めて、たどたどしく物を言った。ああ、わかった。僕を治してくれたのは君だったのだね。ありがとうよ。そんなことはいいんだが、どうだい気分は私は、つけ元気みたいな声で言った。ああ。 いいよ。なんだかいまゆめからさめたようなきもちなんだよさびしいまちをあるいているとねひょっこりぼくのまえにくろいものがとびだしたんだよそしてキラキラとなんだかひかったと思ったらそれっきりわからなくなってしまったつかれたんだかきられたんだかそんなところだろうね まだ身動きができないのでよくわからないけれど、右の腕がひどく痛むが、どんなになっているんだねいや、なんでもないんだよ。ちょっと腕をやられたんだね。大丈夫だよ。きに治るよ。言葉の行きがかりで、私はついそんな風に言ってしまった。 そうかい。治るかい。指さえ痛めなければ安心だよ。治ってから鍵盤が叩けないほどじゃあるまいね。大丈夫だよ。大丈夫だよ。だが、それ以上私はあまりにまざまざとした嘘がつけなかった。もう黙っている方がいい。 無理にしゃべったりしてはよくないよ。かわいそうな友達はまだ片腕をなくしたことを意識していないのであった。傷ついた右腕は厚く厚く包帯を巻いて動かせぬようにしてあるのだから彼の意識が今よりもはっきりしてきたところで幹部を見せない以上はこの恐ろしい事実に気づくことはないであろう。誰にしたって、 腕が半分取れてしまった感覚なんていうものを経験したことはないのだから、目で見ないでそれを悟ることはできないに違いない。けれど、と私は考えた。いつかは彼に、この恐ろしい真実を割らねばならない。その時、ああ。 私は取り返しのつかぬことをしてしまった。なぜ私は人思いに彼に真実を告げなかったであろうか。徐々に真実を悟らせる。敏感な彼に向かってそんなことはできるはずがなかった。真実を知った瞬間、彼はどんなデスペレートな気持ちにならぬとも限らないのだ。そうして、 偽りを告げた私をどんなに恨むかもしれぬ。と言って今さら前言を取り消すわけにいかなかったできることなら永久に彼に知らせないでおきたかったがそれは徐々に真実を悟らせるよりも一層困難なことであったああ私はどうしたらよいのか。 喋るなと言った私の言葉を守って、宣告から黙って私の顔を眺めていた彼は、私の内心の苦しみを読み取ったか。君、本当に僕の指は大丈夫かい私は大きく頷いた。そうして早くこの場を外したいと思ったが、一種の言うに言えぬ力が私を引き止めた。 ねえ、君。僕はね、いつも目が覚めると、空手で一回ずつ好きな曲を弾くことにしているんだ。どんな時でもそれをやらずにはいられないんだよ。こう言って彼は左手を取り出したが、次の瞬間、あ、痛いと叫んで顔をしかめた。いけないいけない。い 右手を動かしてはいけない。ああ、そうだったね。右手をやられていたんだったね。いいよいいよ。何、取り出さなくったとてやれるよ。この頃順は、毎朝パデレウスキーのラムールというのをやっていたんだよ。こういう風にね。私は、 思わず彼の右の上白を抑えたそれは右手の真実を明かさないための手段ではなくて別の目的があったのだ指の感覚をつかどる尺骨神経の幹を圧迫するとたとえ指は切り去られても指があると同じ感覚を脳中枢に伝えることができるからであるその時すでに彼は目を閉じ 口の中で拍子を取りながら、鍵盤を叩くと同じ調子で左手の指をめまぐるしく動かしていた。ああ、なるほど。右の指は大丈夫だね。ありがたい。ありがたい。しばらくの後、こう言って彼は疲れた左手を投げるように下ろした。 私はひょっとした。興奮するといけない大事な時だからなるべく静かにしていたまえさすがに彼もぐったりとして物うくうなずいた彼の尺骨神経を圧迫することによって当分の間彼を欺くことができるとしてもそれがいつまで続くかと思うとこの一時の安心は 不安よりももっと気味の悪いものであった。それにしても、天才芸術家というものはなんと恐ろしい存在であろう。あの痛ましい打撃を受けながらも、なおかつ芸術を忘れ得ないとは。私は泣きたいような気持ちになって彼の部屋を出た。と、廊下の向こうから、 一人の看護婦が顔色を変えて走ってきた。先生と言ったきり、彼女は大きく息をするだけであった。どうした何があった先生、早く来てください。今、手術室に置いてある患者さんの右腕が、まるで生きているかのように、指で銀本を叩きました。私は、 引きずられるように手術室に駆け込み、傍らの机を見た。そこには銀色の金属盆の上に、ローザイクのような右腕が静かに横たわっていた。あら、もうやめましたわ。私は看護婦の錯覚としてそれを片付けることができなかった。というのは、 確かに拭い去られてあった傷口から新たに出血したと見え二千童荷台の円形の血だまりがチョコレート色をして銀面に垂れていたからである。